はい、カズキ翔でございます。よろしくお願いします。今日はトマトでございます。さあ、何でもベスト5いきますよ。はい、今日はね、好きな外国人ベスト5女性編です。有名外国人ベスト5女性編。はい、誰が出るんでしょうか。第5位です。ウーピー・ゴールドバーグ。はい、来ましたね。もうこれはゴースト、映画ゴーストが大好きなんで、この占い師役からハマって行き、あれですよね、天使にラブソングを、あそこからもうファンですよね。はい、大好きです、ウーピー・ゴールドバーグ。今何やってるんでしょうか、コロナ禍で。はい、さあ、意外なとこ来ました。さあ、第4位です。これも意外ですかね。どうなんだろう、みんなもう忘れちゃってるかな、この人、シャラポワ。はい、もうこれは顔がタイプだったっていう、それだけです。はい、テニスプレーヤーですね。綺麗で可愛かった。はい、それだけ。はい、3位もちょっとそれに近いかな。第3位です、ミランダカー。はい、これもタイプか、そんな感じでございます。可愛くて綺麗でございます。はい、モデルさんでございます。はい、早いですね、もうすぐベスト5のお時間です。こちらはね、やっぱこの人入るのかな、ちょっと古い女優さんですけど、もう古いって言っちゃっていいのかあれなんですけどね。こちらです。はい、キャメロン・ディアス。はい、やっぱあの可愛い、なんか気さくな感じが好きですね。チャーリーズ・エンジェルですか。まあ他いっぱいありますけど、なんかね、アン・ハサウェイとか最近の女優さん、すごくもちろん演技いいんですけど、やっぱなんか昔の人出てきちゃうんですよね。好きな、ざっくりこう聞かれた時にね、顔が浮かんでしまうのはやっぱりちょっと前の人なんだなっていうふうに思いました。なんで2位もね、そうなんですよ、2位はさらに古いんですけど、この人です、ジョディ・フォスター。はい、この人も中学生の時ぐらいから好きなのかな。なんか羊たちの沈黙から始まって、まあ顔も好きなんですけど、この人の場合はなんか演技とかね、なんかそういうのも好きなんでしょうね。でもやっぱりパッと思い浮かぶんで、やっぱり2位に書きました。はい、ジョディ・フォスターも今何やってるんですかね、なんか出てますかね、最近見ないけど、なんかなんかレズビアンであるっていうような、なんか告白をしてたような気がしますがね、いいんですよね、ジョディ・フォスター。はい、さあ1位は何なんでしょうか。こちらはですね、まあ発表したらあーってなると思います。第1位です。はい、ダイアナ妃。はい、まあこれは衝撃が強かったですね。フォルムと、本当になんかお姫様みたいな人がこの世にいるんだっていう、姿形と。はい、まあ悲しい結果になりましたけど、本当に悲しいですね、ああいう感じで。まあほぼ殺されてしまったんでしょうか。ね、ダイアナ妃。はい、1位はダイアナ妃でございます。なんかちょっとしんみりとしちゃいました。はい、以上カズ劇場でした。チャンネル登録よろしくお願いします。